国尾茂明は昭和中期のプロ野球選手。東京都麻布出身。右投げ右打ち。東町小学校では作家の山口ひと,みと同級生だった。東京都立科学工業学校を経て、戦時中は特攻隊に所属していた。戦後の1946年、セネタースにテスト生として入団。白木義一郎と共にエースとして活躍する。 どことなく、ユーモラスな味わいを見せた白木と対照的に、ケレン味のない速球派投手として、特に女性ファンの人気を集めた。速球に加えて、ドロップを武器としていた。1950年、新規に結成された近鉄パールスに移籍し、開幕投手を務め、12勝21敗、防御率3.34を記録する。しかし、肩痛を発症し1951年、 1952年は低迷。1953年は14勝11敗、防御率2.02と復活するも1954年以降は片通によって再び低迷。通算100勝まであと一つにまで迫っていたものの、1955年をもって引退した。国尾が最後の勝利を挙げた1954年の放置新聞の記事には、 ナックルボールのようなスローボールとスローカーブを武器としていたと述べられており、即球派投手の面影はなくなっていた。引退後は、放置新聞で記者を務め、運動部店経営も行っていた。また、有馬より近の依頼で、整形大学野球部監督を務めたこともあった。晩年はデパートで、帰省服を販売する仕事についていた。1974年10月17日、 肝臓癌のため逝去。去年48。ありがとうございます。